谷昌州は、新末民発の政治家。中国同盟会に所属した革命派の人物。後に、繁栄政外運動にも加わったが、五法運動では、政学系の一員として孫文と対立した。国民政府にも参加している。字は九法。新末の夕蜜次で、警備の受験後に知事として任用された。その後、公立警視大学堂に入学する。 卒業後の1901年に日本に留学して、早稲田大学で学んだ。この時に中国同盟会に加入した。帰国後は、直令高等師範学校で教師となる。1909年には、直令省市議局議員となった。侵害革命の際には、直令省代表として、南京での中華民国臨時政府創設に参加している。1912年、南京で、 臨時参議院議員に選出され、統一共和党の結成にも加わった。同年8月に、総教人が国民党を結成すると、谷昌州もこれに加わっている。翌1913年、衆議院議員に当選し、さらに憲法起草委員会委員も務めた。しかし同年に、総が遠征前の資格に暗殺され、さらに二次革命でも敗北するなど、国民党は、 不利な状況下に置かれる。谷はそれでも、民の離島を組織するなどして、国会で園に対抗しようとしたが、11月、国会は、定会に追い込まれてしまった。その後、谷招州は、王子研究会に名を連ねるなどした。1915年、上海で、雑誌、正義中華新報などを創刊した。その翌年に、園生街の皇帝即位に反対して、 五国戦争に参加し、関東軍務員中古委員を務めた。遠世外死後の同年7月、谷昌州は、北京政府中央に戻り、断基髄内閣で、農商総長兼全国水理局総裁に就任した。続く後帝カオール臨時内閣、李強、ただし内閣でも、その地位にあった。しかし1917年6月、ダンラが推進した第一次世界大戦での、 対独戦線に反対して辞職する。谷昌州は、甲州へ向かい、孫文らの中華民国軍政府に参加した。谷は、離婚現らの政学会の一員となり、孫と対立する、政学系と呼ばれる派閥を形成した。しかし、政学系は、孫らとの権力闘争に敗北してしまう。1923年、谷は、北京政府に戻って、おさむかい鉄路。 光カソ内書総弁などに就任した。1925年に辞任し、天津に偶居している。1935年12月、谷昌州は国民政府に起用され、河北省政府委員権政経公務局局長に任じられる。1938年6月には、河北省政府民政調庁長に昇進して、翌年2月までその地位にあった。 日中戦争の終結後、1949年12月25日、北京市にて病没。去年76。ありがとうございます。